はやしていたわけであります。小泉さん、これも世襲ですね。それから辞任数日前、辞任してしまいましたけれど、小沢さんも世襲です。それから10年くらい前はですね、政策新人類という人たちが出てきまして、この人たちは新しい政治家だということだったんですが、どれを見ても全部世襲政治家だったわけですね。で、昔はそうやってもてはやしてですね、今度、みんなでこう叩こうという話を、なんか暗黙の了解を つけたと。民主党あたりはその官僚政治は反対と、ね、政治、なんていうかな、政治主導のなんとかって言ってる、はい、けどね、本当のこと言ったらそれについてですよ、その官僚に依存しないで自分たちで政策を立案する力はね、今の政党にはほとんどないんですよね、うん、結局官僚に、官僚っていうか政府役人にデータその他をね、要するに準備してもらう。だからこの世襲問題しかなくなるんですよ。世ね、これさ、どんな字から来たかっていうとね、面白かったけどね、あの30ね、123、これをね、ここをちょっとくっつけてね、これを伸ばしてね、これ30年って意味みたいですね。ああ、世代の、世代の、ね、世代なんだ。それから衆ってのこの下に衣がつくでしょ。上はドラゴン、竜だけども、これをね、これどうして衣がつくかっていうと、あれなんで、重ね着なんですって。つまり親のね、立派な着物をね、子供もですね、孫もで重ね着すると、あ、着るだからこっちか、はいはいはい、これがね、世襲って意味でね。あ、僕ね、これ芸術の世界もそうだと思いますけどね、何、ね、がんじがらみの世襲は馬鹿げてるけどね、やっぱりあれ、例えば政治家の家に生まれればね、政治家が何をやってるか、選挙民と付き合うのにはどうするか、はい、金をいじくるにはどうすればいいか、仲間を集めるにはどうすればいいかね、はい、やっぱりそれなりのあれですよ、経験とね、あれで知識があるわけだから、うまく生かすか下手に生かすかはあるよ。でもうまく生かせばね、世襲でなんて何の問題もありゃしないと。もう騒いでること自体が僕はもう決対なやつ。あれですけど、僕もね、気になってるのは、二文字の世襲、よう襲うっていう、なんかすごいですね、これ。まあ、襲うんですよ、これ、よう。そうね。でもどうしたらいいの。そうなんだよね。芸術の世界っていうのは、日本の場合はほとんど世襲で戻ってきたんじゃないかと思うんですね。例えばお茶の世界もですね、それから典型的なのは歌舞伎。はい、はい、それからあと花とか、そう、落語もありますね。そうです。ただですね、ここ少し注意深く観測すると、今西部先生の方から、そのガチガチの世襲性っていうのはバカバカしいんだ、全然ガチガチじゃないんですね。養子縁組をして、そうなんだよ、だいたいこう男の芸なんかでありますとですね、その女性しか生まれなかった、はいはい、そうすると結構優秀な人を連れてきて娘婿にすると、うん、そういうのを随分こう工夫していますから、言われているように、その、なんか世襲の弊害っていうのは全くないわけじゃありませんが、かなり緩和している、これね、まあ、多くの人は知ってるけども、成功するね、アメリカンサクセスの、はい、これサクセスっていうんですよね、英語で言う、どうして言うと、サクシードか、はい、こうなるんですよね。これはね、実はあれなんですよ、世襲するっていう意味、継承するっていう意味ね。だから簡単に言うとね、やっぱり親とは限らないけどね、やっぱりあれですよ、なんていうかな、先輩たちのね、そういう財産なり知恵なりをですね、継承してね、そしてそれを自分がうまく生かして成功するというね、何にも受け継がずにね、成功するなんてことはね、まずあれな、奇跡を置いて他にないんですよね。アメリカだったんだな。だって一郎君だってね、お父さんがその、なんだっけ、動体視力とかって言ってね、立派な体で立派な訓練して、ね、親の知恵を引き継いでから今メジャーリーグで頑張ってるわけでしょ。そんなね、あれでポッとね、競争の場に放り出されてね、それがたまたま頑張ったら成功しましたなんてのは、アメリカですらね、ありゃしませんよ。経済の方で言いますとですね、これも去年あたりまでですね、実は老舗ブームだったんですね。老舗について書かれた本が何冊も売れましてね、で次々とベストセラーになったんですよ。中には十数万部とかですね。で、その次の年になったら、
世襲が悪いって話になってるのは、これはもうほとんど、何をやってるんだって。経済界の親分衆が政治家の世襲には困ったもんだって言いながら、僕知らよく知らないから、あなたはよく知ってるんでしょうけど、トヨタだったら世襲でやってるんでしょう。いや、もちろんです。いや、それどころか、有名な会社っていうのは、世襲的な体制をずっと取ってきましたよね。そうそう、松下さんっていうところは、なんかパナソニックって名前に変えてしまって、僕はあれはちょっと、時期尚早だったんじゃないかと。先祖に申し訳ない。そう思ってる社員もいると思うんですよね。それからホンダっていうところは、名前だけはまず残してこう繋いでいきますね。日本がその世襲性が強くてですね、他の外国が会社っていう組織は世襲じゃないのか、とんでもない。日本の方が実は少ないんです。少ないの？あるデータですけど、これはですね、その経営の、まあ、資本比率が 20% 以上というので、こう切ってデータを見ますとですね、日本は全社の中の 9.7% ぐらい、これはダントツで少ないんです。イギリスが 19.9% だったんですね。イギリスが 19.9%、 それからフランスがですね、64.8% ですね。 64.8%。 ドイツがですね、 64.6%。 で、血のつながりを大切にするって言われている韓国がですね、無理やりなんか改革をしたもんだから急激に減りまして、それでも 48%、 48.4% ぐらいありますね。でイタリアとか、他の国はやっぱりまだ多くて、数え方がいろいろあるんですけど、7割という説がありますよね。それが非常に安全ってことですよね、はい、よく資本主義勃興の頃、19世紀、ね、20世紀もそうだけど、会社の名前でなんとかアンドブラザーズとかさ、はい、あるでしょ。あれ全部家族の名前で、兄弟たちのね、やっぱりね、うちはで、そういう意味ではマフィアでいいんですよ。しっかりとね、中心部はね、マフィアの団結でもってやっていかないと、組織なんか持たないですよ。ですね、フォーチュン500ってありますね。フォーチュンっていう雑誌が毎年出して、500、500をこう、今でいうその企業価値というもので測ってですね、上からずっと500並べると、その500のうち、いわゆるファミリービジネス、それが 20% を超えるんじゃないかというデータがあるので、そうしたら100個ね。そうしますとですね、世界の企業というのは、ほとんどファミリービジネスが引っ張ってるんじゃないか。で日本でもやっぱりその老舗っていうのに着目されたのは、一方ではそのいろんなその食品メーカーが不祥事を起こしましてですね、それでひどいんじゃないか、老舗だから起こしてんじゃないかって話があったんですね。それで、いろんなその経済ものを書いてるライターの人たちがいろいろ取材したら、これも日本の老舗っていうのはものすごくて、やっぱり千何百年も続いてるようなところがありますのでね。そう、もっと続いてるのはあれだよね、天皇家だよね。1600年ですね。